はい、今回はですね、筋肉マンですね、筋肉マンゼブラとジェシーメイビア、この2人についてちょっとねお話ししていこうと思います。一見無関係な感じなんですけどね、まずはこちらからです。ジェシーメイビアなんですが、身長195センチ、体重が110キロ、超人強度が85万パワーで、アメリカ合衆国ハワイ出身です。超人総選挙2021では第56位と、5ランクアップしていますね。で、主な対戦としては、筋肉マンに敗北と、一応対戦は描かれていないんですが、ジェロニモに敗北して、ハワイチャンピオンのベルトを奪われたっていう感じですね。で、王位争奪編ではね、ソルジャーマンに扮していた残虐の神だと思われるんですが、その残虐の神にパイルドライバーを決めていました。あれはパイルドライバーでいいかなとは思うんですけれども、で、ハワイチャンピオンであった一方ですね、大きなジムを所有したりとか、あとプロモーター蒲田とね蜜月関係を築くなど、実業家の面も見せていたのかなっていうのは思いましたね。どこまでね経営に携わっていたかはわからないんですが、ほとんど蒲田に丸投げしてた可能性もあるんだけどね。はい。でもなんといってもジェシー・メイビアといえばね、その返し技なんですよね。返し技の名手なんですが、自らね技を仕掛けるのはあんまり得意ではない模様ですね。なんでもし対戦が組まれるのであれば、この短所をある程度克服する必要があるのかなとは思います。はい。で、正義のね、五本槍にね、入って欲しかったなと今でもね思っている超人ですね。出ていれば他のねメンバーみたいにね敗北濃厚だったのかもしれないんですが、で、次に筋肉マンゼブラなんですが、身長220センチ、体重が154キロですね。超人強度は97万パワーで、技巧の神憑依陣は1億パワーでしたね。で、筋肉性出身で、超人総選挙2021では第38位とね、7ランクダウンしてしまってましたね。はい。で、主な対戦成績としては、筋肉マン、途中までタッグマッチだったんですけどね、最後は筋肉マンと一騎打ちをして敗北しています。未完成マッスルスパークでね、あとマリキータマンとも対戦したんですが敗北していましたね。このようにね、ソルジャーマンを除けば運命の王子で、ただ一人未勝利のままなんですよね。そのためマッスルインフェルノもね、筋肉族三大奥義の一つであるにもかかわらずですね、この技で勝負を決めた対戦っていうのはね、筋肉マンの中では当然一つもないわけなんですよね。ステカセキングも放っていましたけども、たびたび威力がないことがネタにされていますよね。これね、コメントでいただいてたんですが、要はそのシルバーマンが三大奥義を考える際ですね、最初にマッスルリベンジャーを考えたんだけど、ちょっとこれ殺傷力強すぎるなっていうことで、次にねマッスルインフェルノを思いついたんですが、今度は逆に威力がなさすぎたと。で、最後にやっとちょうどいい加減のマッスルスパークが完成したっていう説をね書かれていた方いらっしゃったんですが、これすごく好きですね。はい。で、試練の塔での戦いがね始まる際にはですね、強引にね参戦メンバーに入れるなどして、自分が入ってくるんじゃないかみたいな感じで入れるなどして、ゼブラがね挽回する展開をね予想妄想熱望していたわけなんですが、今のところはゼブラがねフェニックスのように活躍する兆候っていうのは全く見られないっていう感じですかね。はい。で、次に唐突なんですが、こちらについてもお話をしていきましょう。はい、ということで、還暦を迎えた島田先生なんですが、長らく前に一度柔術のね練習をしていたみたいなんだけど、25年ぶりにねその練習を再開して、最近大会にも出場されていたみたいなんですよね。こういった柔術結構頑張ってらっしゃるんですが、この島田先生の柔術への情熱がですね、筋肉マンでも何らかの形で表現されるのかなとは思っているわけなんですよね。これもね要はブログとかいろんなところで見て、オニキスマンがそれっぽい技を使用していたんですかね、ちょっと自分わからなかったんですけど。で、そこで注目したいのがね、ジェシー・メイビアの、ディープオブマッスルのエピソードなんですよね。これね、要はジェシー・メイビアは打倒カメハメのためにブラジルや日本で柔術を修行していったっていう、そういう設定があるわけなんですよ。で、確かにね、ディープオブマッスルの内容自体は本
ペンとね矛盾があるケースも少なくないんですよね。なんでこの設定がね本編の方に反映されているか不明なところもあるんですが、この設定をもとにですね、まあ、ジェシー・メイビアがね、柔術メインのファイトスタイルになって参戦する可能性はないとも言えないかなと思います。まあ、これをするんだったら他の超人にその要素を盛り込むっていう可能性の方がちょっと高いかなと思っちゃうんだけど、実際ジェシー・メイビアはこういうねあのまあ小説で描かれているんでね、まあ、ゼロじゃないとは思うんですよね。まあそういえばその筋肉マン2世ですよね、2世が連載されていた頃がちょうどあの格闘技のブームだったこともあって、自分もそんね格闘技詳しくないんだけど、あの頃結構 K-1 とかねいろんなもの見てましたんで、だから要はヒカルドですよね、ヒカルドをはじめ柔術要素が結構盛り込まれていた印象はありますね。まあ具体的にこの技っていうのは自分わからないんですけど、あとなんかあのグレイシーっぽいキャラもねなんか出ていたよね、確かなんかネタキャラっぽく、あのなんかエロ描写かなんかでしたかね。はい、で最後にこちらなんですが、要はなんでね今回ねそのジェシー・メイビアとゼブラを一緒に紹介したかっていうと、これもね昔の動画でも紹介したんですが、ジャンプコミックス背表紙コレクション27においてゼブラはねジェシー・メイビアを究極的にね発展進化させたイメージで考えられた超人っていう風に紹介されているんですよね。まあそういえばね、まあ運命の王子の中でね柔術を使わせて見てね一番合うのはゼブラと言えなくもないかなみたいな感じでデザインも相まって思ってるんですけど、ね、まあ、あの実際ボクシングのチャンピオンなんですけどねゼブラってね。はい、でまあ要はその超人との戦いの先にね新たな戦いがあるのであればね、その柔術要素を盛り込んだ新生ゼブラが見られるかもなっていうのをねちょっと淡い期待感を抱いているわけなんですが、例えばそのマッスルインフェルノ今ああいった打撃系の技なんだけど、もう思い切って関節技サブミッション系にしちゃうとかね、全く新しい形に生まれ変わる展開もちょっと見てみたいです。それこそあのマリポーサーがですねあのニセリスマッスルリベンジャーをアステカセメタリーみたいにした感じですよね。はい、ということでね、まあこうやってねまたねゼブラの妄想を続けているわけなんですが、まあ今回このあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。